こんにちは、タケです。今回はタイトルにもありますように、適応障害で辛かったこと50選をお話ししていこうと思います。この辛かったことの内容は、僕自身の適応障害の時の体験や、これまで1000名以上の方のお悩みを聞かせていただいたんですが、その経験を含めてお話ししようかなと思っています。なぜこの動画を作ろうと思ったのかと言いますと、やっぱり適応障害で悩んでる時は、自分だけが社会から切り離されているような感覚や、自分だけがダメなんじゃないかって一人で悩んでしまう方がとても多いんですよね。でも僕も適応障害を経験しましたし、たくさんの方のお悩みを聞かせていただく中で、共通する悩みっていうのもやっぱりあったんですね。なので皆さんが抱えている悩みは全然おかしいことではないですし、あなただけが抱えているものではないよって知っておくだけでも、何かしら安心感や勇気を届けられたらいいなと思ってこの動画を撮っています。細かく出していくとね、100個とか200個とかになっちゃうなって思ったので、今回は一旦50個にまとめてお話ししていこうと思います。逆に適応障害になって良かったことという動画なども、皆さんからのご要望があれば作ろうかなと思っているので、気になる方はぜひコメントやチャンネル登録をしておいてくださいね。はい、では早速適応障害で辛かったこと50選を少しカテゴリーに分けてお話ししていきたいと思います。最初は思考編ということでお話ししていきますね。最後50個目あたりは意外なカテゴリーのお悩みをお話ししますので、最後は何なんだろうと予想しながら、ぜひお聞きいただきたいなって思います。では、適応障害で辛かったこと、思考編をお話ししていきます。適応障害になった自分は弱い人間なんじゃないかと思ってしまう。もちろん実際はそうではないんですけど、どうしても一人だと思ってしまう時ってありますよね。これまで失敗経験ばかりで、もう自分は何をやってもうまくいかないと思ってしまう。自分のことが大嫌い。これは僕がそうだったんですが、適応障害かかわらずずーっとこんな気持ちがありました。将来が不安でたまらない、将来が不安でたまらないんだけど、具体的に何が不安なのかわからない、誰かに頼りたいけど誰に頼ればいいのかわからない、もう何もやりたくない、やりたいことがわからない、このまま孤独のまま人生が終わるんじゃないかと思ってしまう。体調は回復すると言ってくれる、職場復帰も転職もできると言ってくれる。確かになんとなく想像はできるけど、だけど自分がやりがいを持って仕事をしている姿が想像できない。はい、ということで思考編をお話ししてきました。皆さんどうでしたかね。確かにこれ私も思ったことあるなってものはありましたか。僕も今言った10個全部経験しています。なんならね、今でも感じる時はたくさんありますね。適応障害になると本当に何もする気が起きなくなったりしますよね。自分の好きだったものまで楽しさが感じられなくなって、あらゆることが不安になってたくさん悩んでしまいますよね。でもね、安心してほしいんですよ。今は適応障害の症状でこんな風に苦しいけど、それはずっとは続かないし、あなたが悪いわけではないということは先にお伝えしたいです。でも実は僕が伝えたいことはそれだけではないんです。適応障害って本当に苦しいですよね。簡単に言葉にできないような葛藤や苦しさを経験しますよね。でもね、だからこそその経験をしているあなたは本当に素敵ってことを伝えたいんですよね。成長のチャンスでもあるってことを伝えたいんですよね。なんでかって、成長って限界のちょっと先にあることが多いんです。おそらく皆さんも振り返ってみるとわかると思うんですよ。適応障害ってやっぱり現状に対して頑張っていなかったり向き合っていないのであれば、ならない症状だと僕は思うんですよね。だからそれだけ真剣に今に向き合っていて、物事を深く考える能力だったり、深く向き合う力があるってことを自分自身で認めてほしいなって思います。はい、では次のカテゴリーに移りたいと思います。次は何かと言いますと、コミュニケーション編です。コミュニケーション編お話ししていきます。自分の気持ちや辛さを理解してもらえない、誰かに相談したいのに話しかけたり相談することができない、相談してもどうせ分かってもらえないんじゃないかと思ってしまう、人とうまく関われない自分はダメなんじゃないかと思ってしまう、自分は誰からも必要とされてないんじゃないかと思ってしまう、本当は誰よりも人と信頼関係を築きたいって思ってるのに自分から人を遠ざけてしまう、そしていつも自己嫌悪になってしまう、自分から相手に心を開けばいいって分かってるのに、いざその場になるといつもできなくなる、普段からいろいろなことを考えてるのに
会話になると急に言葉が出てこなくなる。元気出しなよって励ましの気持ちで声をかけてくれてるのはわかるんだけど、元気じゃない私はダメなのと考え込んでしまう。自分の本当の気持ちを言葉にして誰かに伝えることができない。はい、コミュニケーション編をお話ししていきました。周りや人とのコミュニケーションで悩んでいる方はきっとたくさんいらっしゃいますよね。やっぱり適応障害などの心から来る症状って風邪や骨折のように目に見えるものではないので、当事者の僕たちがどんな風に苦しいのかということも当事者の方一人一人でもちろん違います。だからこそ周りの人もどう声をかけたらいいのかわからなくて、ただでさえ適応障害で辛いのにコミュニケーションのすれ違いでさらに苦しんでしまう方もいらっしゃるんですよね。これは周りの友人や家族の人とのコミュニケーションだけではなくて、病院やカウンセラーの先生との間でもうまくコミュニケーションが取れなくて悩んでいる方も多くいらっしゃいます。だから心の症状ってそれだけ繊細で、プロでも適切な判断や対処が難しいってことなんですよね。なのでもし周りの人に分かってもらえない、なかなか人に話しかけられない、相談をすることができないと思っていても、自分が悪い、相手が悪いって一概に決めつけるのではなくて、今自分にできる一番小さな行動は何なのかなって考えることが大切だと僕は考えています。例えば私は適応障害でこんなことで悩んでいて、こんな風に対処したらいいと思うんだけど、結局はどうすればいいかわからないって、ここまで周りの人に直接相談することができなくても、一通だけメッセージを送ってみるとか、自分の考えをメモ書きしてみるとか、相手の発言や行動や実際に起こる結果はコントロールできないけど、このような今自分にできる一番小さな行動は何だろうって考えるだけでも立派な進展だと思いませんか？そう、自分でハードルを高く設定して自分自身で自分を苦しめてしまうこともあるんですよね。コミュニケーションに関しては適応障害関係なく悩んでしまう場面もありますよね。僕もまだまだ未熟なので、皆さんと一緒に成長していきたいです。はい、では次は仕事編をお話ししていきたいと思います。適応障害で辛かったこと、仕事編は、仕事に行くことを考えると本当に憂鬱になる。復帰できたとしても短期離職を繰り返してしまうんじゃないかと不安。仕事を頑張りたいのに失敗が怖くて思うようにできない。仕事を頑張りたい、あの人みたいになりたいと思うのにメンタルが崩れて体がついていかない。職場のみんなに迷惑をかけているんじゃないかと思い込んでしまう。職場のみんなからどう思われているのか気になる。いつまで休めばいいのかわからない。復帰したい気持ちはあるのに、いざ復帰しようとすると恐怖心が拭えない。体調は良くなる。復帰できることも想像はできるんだけど、実際に復帰した後にやりがいを持って仕事をしている自分が想像できない。仕事はしないといけないものと分かっているけど苦痛でたまらない。はい、ということで仕事編をお話ししていきました。仕事に関しても性別、年齢、仕事内容関係なく、どんな人でも悩んでしまいますよね。皆さんは仕事についてどんな悩みがありますか？実は僕も誰よりも仕事を頑張りたいと思っていて、適応障害になって仕事ができなくなったので、頑張りたいのに頑張れない気持ちや葛藤がすごくよくわかるんですよね。これ感じている方いますかね？やっぱりね、僕が仕事を頑張りたいと思っていたのに頑張れなかったことの経験を通して個人的にお伝えしたいことは、これ世界の終わりの深瀬さんもおっしゃってたと思うんですけど、頑張ることは頑張れないことよりも楽なんですよね。頑張れない時っていうのは、自分がどこに向かっているのか、何に恐怖を覚えているのか、どんな対処をすればいいのかということが見えない時に、人ってやっぱり立ち止まってしまったり、メンタルが落ち込んで動けなくなってしまうんですよね。でも頑張れる時っていうのは、今自分がどこに向かっているのかであったり、乗り越えなきゃいけない壁は何なのかってことを明確に理解していると、それに対処できるので頑張れるんですよね。だからもちろん頑張ることも大変なことはたくさんあるんですけど、頑張れないことよりは楽って表現できるんじゃないかなって僕も思ってます。で、ここでもう少し僕は伝えたいことがあって、頑張れない苦しさを知ってる人っていうのは強いです。なぜなら頑張れるありがたさや、今自分にできることがあるっていうありがたさを身に染みて感じることができるからなんですよね。何か自分に仕事や役割があるであったり、やれることがあるっていうのは、
僕たち人にとってある種心のビタミンといいますか、一種の栄養として働くと思うんです。もちろん仕事が自分に合ってる合わないってこともあると思うので、嫌な仕事を無理に続ける必要はないと思ってます。でもやっぱり深い挫折や困難を経験している人というのは、いわゆる当たり前の日常に深い感謝や感動を見つけることができたり、それだけ感性が豊かだから関わる人にも尊敬されたり、いい影響を与えることができると僕は確信しています。だから今適応障害で悩んでいる方は、本当に出口の見えない暗いトンネルの中にいるような感覚があるかもしれないんですけど、そのトンネルの中でしか得られないことがあるってことだったり、それはあなたがすごく頑張った証でもあるんだよってことも知っておいてほしいなって思います。暗いトンネルを抜けて振り返った後は、やっぱりね、どこか成長していたり、自分はこんなに長いトンネルを抜けたんだって自信を持てる方がとても多いんですよね。でもね、そのトンネルはあなただけの歩み方やペースがあります。なので誰かと比べる必要はないので、あなただけの歩み方をしてみると必ずこの経験には意味があったって思いますし、意味を自分で見出すことも必ずできます。だから絶対に大丈夫です。はい、では次のカテゴリーについてお話ししていきたいと思います。次は何かと言いますと、適応障害で辛かったこと、人間関係編についてお話ししたいと思います。このまま一人ぼっちで人生が終わるんじゃないかと不安、他人と一緒にいても孤独を感じる、周りに相談できる相手がいない、このまま誰とも信頼関係を築けないんじゃないかと不安、自分だけが社会から切り離されてるんじゃないかと孤独を感じる、みんなが頑張ってる中なんて自分は頑張れないんだろうってぐるぐると何度も考えてしまう、自分だけが社会から必要とされていないと感じてしまう、頑張っている人と自分を比べて自己嫌悪になってしまう、自分も目指す像があるのに実際に行動することができない、どうすれば人から関心を持ってもらえるような自分に変わることができるのかわからない。はい、人間関係編いかがだったでしょうか。すべての悩みは人間関係から生まれる、アドラー心理学といった嫌われる勇気っていう本が話題になりましたよね。人間関係はほとんどの人にとって悩みの種になっているのではないでしょうか。適応障害と言われて急に仕事や日常生活に影響を与えるほど行動ができなくなって、部屋で一人でいるとどうしようもないほどの孤独を感じますよね。僕も適応障害で休職していた頃は、一人でカーテンをビシッと閉めた暗い部屋でずーっとアニメや映画を見て過ごしていて、毎日今日も何もできなかった、ああまた今日も何もできなかったってすごく自己嫌悪に陥っていたことを覚えています。何もできない自分が嫌だったし、誰の役にも立っていないって思っていたので、今自分が存在している意味って何なんだろうって答えのないことをずっと悶々と考えていたんですよね。皆さんはこんな風に悩んだことはありますか？どんなことで悩むことが多いですか？実は50選の中には入れなかったのですが、病院や支援の中での人間関係で悩んでいるという方もたくさんいらっしゃるんですよね。例えばカウンセリングに行って話を聞いてもらって、毎回励まされて、その時は元気が出るんだけど、本当の自分の問題が解決していると実感が持てない。確かにお医者さんもカウンセラーさんもいい人で、言っていることも正論と理解できるんだけど、なんだか自分もやりたい、取り組みたいって思えない。5年、10年といった期間で適応障害で悩んでいたり、病院に通い続けているといったことですね。支援者の方とのコミュニケーションで悩んでいるというご相談も実は結構たくさん受けるんですよね。もちろんみんながそうと言いたいわけではありません。なのでぜひ皆さんがこの人と関わりたいって信頼できる人や、一時的な対処ではなくてあなた自身に何か知識や技術が身につくことを重要視している人を見つけることがいいんじゃないかなって考えています。はい、では最後はどんなカテゴリーでお話しするかと言いますと、自己実現編です。自己実現というとなんだかイメージできない方も多いかもしれません。どんなことかと言いますと、いろいろな自己投資をしたけどこれといった成果が出せず、何をしても自分はうまくいかないと思ってしまう、自分をどうしても変えたいと何年も思い続けているけど何も変化ができていない停滞の苦しさを感じる、どんなことをすればいいのかわからない、何をすればいいのかわからないけどどこか別の場所に行きたい、毎日が退屈で希望が持てない、
本当は自分も憧れのあの人のように精一杯頑張りたい、頑張れることを見つけたい、でも肝心の行動ができない、何か挑戦したい、そんなに多くのことを望んでいたわけではないのに、なんで仕事や日常生活までうまく過ごせなくなったんだろう。自分のやりたいことがわからない。何か自分も打ち込めることを見つけたい。自分はこういう情熱がある人ですと言いたいけど、何が好きなのかわからない。はい、自己実現編についてお話しました。ここすごく皆さんにお伝えしたいことがあって、人は見かけによらないって言葉があると思うんですけど、適応障害で悩んでる方って本当にあなたが適応障害で悩んでるんですかって思ってしまうくらい責任感が強かったり、すごく誠実な面持ちの方が多いんですよね。でも話を聞いていくと、やっぱり仕事などの重圧を背負い込んでいて、誰にも相談できない状況にいるので、確かに私が適応障害ということを周りが知ったらみんな驚くでしょうねっておっしゃる方もたくさんいらっしゃるんですよね。そしてやっぱり皆さんの素敵なところは、以前の動画で苦痛っていうのは痛みかける抵抗、この方程式で表されますよって動画で紹介したんですけれども、この抵抗をするってことは、言い方を変えると僕たちがすごく努力をしていたっていうふうにも言い換えられると思うんですよね。なので皆さんは本当に努力ができる方だし、そんなに努力ができるのであれば、たとえゼロからのスタートになったとしても、やりたいことを見つけたり、新しい場所で本当に信頼できる人と出会えたり、今の経験を生かして自分と同じように苦しんでいる人を助けていく行動も必ずできるって僕は信じています。はい、ということで今回は適応障害、辛かったこと50選というテーマでお話ししたのですが、いかがだったでしょうか。本当に一人に適応障害といっても、お一人お一人で背景や悩みも違うと思うんですけど、実は解決の方法はシンプルなんです。なのでこの動画を通して、今あなたが抱えている悩みは全然おかしなことではないし、あなただけが抱えているものではないってことが少しでも伝わって、勇気や安心につながるととても嬉しいなって思います。もしこんなことが辛かったとか、こんな風に悩みを乗り越えたって体験談などがあれば、皆さんの学びになりますので、ぜひこの動画のコメント欄にアウトプットしていただけるととても嬉しいです。今回の動画ってそんなに短いわけではないと思うので、ここまで聞いてくださっている方は本当に何かを変えたいと行動できる素敵な方しかいないと思うんですよね。だからそんな皆さんなら、辛いことも受け入れて乗り越えて、もっと素敵な自分に成長していくことが必ずできます。僕はそう信じています。人よりも辛い経験とか挫折をしている人って、懐が広かったり余裕があったり、視野の広い思考を持っていたり、尊敬できる方が多いって思いませんか。だから皆さんなら絶対に大丈夫です。適応障害は弱いことでも悪いことでもないです。あなたがより魅力的なあなたに成長する機会です。最終的には、ああ私は適応障害になってよかった、あの経験があったからこそ今の自分がいる、関われる人がいる、成長できたって、そんな風に思えるように素敵な未来に向かっていくことができます。そう信じて、これからも一緒に悩んで前を向いて一緒に進んでいきたいなって思います。ここまで聞いてくださり本当にありがとうございました。僕は皆さんのことが本当に大好きです。いつもありがとうございます。